다녀가시더니 어떻게 하시죠? 감사합니다. 思い詰めてこんな場所に来たわけではありません。真夜中の海。もう今2時ぐらいです。なんで今こんな海にいるのって。はい。ちょ見てくださいこの格好。クロックス珍しい。用意してもらったクロックス。そしていつもの濡れるからって言われるトレーニングパンツ、はい、これどこだか多分分かんないですけど、はい、どこですか。海です。海どこの。種子島。種子島。種子島にやってきました。深夜に叩き起こされました、はい、我々。むしろこのために来ました。このために種子島に、はい、なるほど。今から、はい、種子島にあるものがあると、はい、おこんなのは人生に一回見れるか見れないかだよって言われて、はい、招待されました。なんか役員の人とか、なんか町役場の人もいっぱいいましたね。役所の方たちが役所の、はい、総出で、はいはい、招待してくれました。祭りですか。まあ僕にとってはお祭りみたいな、はい、ものですが。なるほど。早速行ってみましょう。行きましょう、はい、何があるのか。浜辺です。はい。おっと、あります。あ、いる。何かがいる。あっちに。もう一匹はもう多分産んで帰ってくるんじゃないかと。なんかいる。他にもまだいるんですかね。恐竜探してるみたい。お、赤いライトがあるよ。赤いライトが大好き。あの赤いライトで、赤いライトを撮ったら。すごい、後ろ足で土をこうショベルカーみたいにぐーっと引っ張って外側にこう出していく。めちゃくちゃうまい。ほらすごい、めちゃくちゃ上手に。しかも縦に穴がどん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 深く掘ってんだよ。後ろ足あんなふうに曲がるんだ。すごいっすね。すごい。あんなふうに曲がるんだ。あんなに亀って足が器用に曲がるとは思えないぐらいの、結構瞬発力があって綺麗にこう指先がガッと曲がって砂をかいて上まで持ち上げて横に持ってってからバーンと砂を投げる。すごいね。なんか正直ここまでね感動すると思ってた。みんなで応援してますよ。頑張っていきます。おー、すごい、すごい、めちゃくちゃ大きい。めちゃくちゃ大きい。勇気、勇気。ちょっとみんな、こっち来てごらん。涙流すみたいな。よく。今2個来ました。すごい。すごい。めちゃくちゃ。すごい。卵100個だって。奇跡ですね。あの体の中に100個の卵が入ってる。見てるわ。すごいね。いやいや、もう言葉が出ない。あれほら。なんだ、どっちかな。みんなこうやって頑張って生きてんだな。みんなこうやって命をつなげていくんだなぁと思う。すごい、すごくない？あとは全員ね、ここから、ね、卵はね、食べられないように生き残っていただいて、うん、海に。これでね、
卵が孵化するじゃん、はい、孵化して土の中からお土産の子供たち出てくるじゃん、うん、そして土の中から出てくるんだけど本能で波に向かって歩いていくんだよ。だけどこの卵が生まれ卵があるところからこの波の極まで30メーターぐらいあるんだよ。この30メーターを生まれたこのウミガメが一生懸命歩くわけだけど、カモメがこの時期大量発生しててカモメが生まれた子供たちを狙ったんだよ。で、どんどん食べられていくんだよ。どんどん捕まってどんどん食べられる。でもそれをくぐり抜けてなんとか海にたどり着いた子たちだけが大人になる。まあ、だから一匹のカメからおそらく卵100匹、まあ、100個の卵を産んで、その100個の卵のうち実際に孵化するのが全部だろうか、まあ、そう分かんないけど、その100個の卵を孵化したとしても100匹のうち海にたどり着けるのは、まあ、限られた、まあ、選ばれた人が伝えている自然の厳しさも卵をあそこに産んで、うん、土をどん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 かぶせてんだよね、両足で。ほら、すげえ、すごい器用に器用です、かぶせて。すごい。ガクちゃん、さあ、兄さん、まさかのウミガメの産卵に立ち会えたわけですけども、みんなさ、はい、ね、親になって、はい、出産に立ち会う、はい、みんな泣いたりするじゃん、はい、生まれてきたことに感動して、はい、ちょっとその気持ちね、分かるけど1時間待ちましたからね。ね、すごかった。ちょっとね、はい、ちょっとね、キュッと来て、グッときますね、これは。めったに見れるもんじゃないですし、まあ、途中でも言ってましたけど、穴の掘る作業、かなり根気のいる作業ですけど、かなり綺麗に掘ってますね。1時間かけて、あれやってるんだよね。1時間分ぐらいずっと掘って、こうやって、この作業が永遠にずっとやってる。手伝ってあげたくない。いや、本当ですよね。俺なんか手伝っちゃダメなんだよ。でも本当に綺麗に、意外と長方形ですごい平面図を作ってたんで、綺麗な穴がすっごく深いところまで、はい、あれはすごい芸術的ですかね。しかも別に誰かに習ったわけでもなく、はい、おそらく初めてなんじゃないのかなって思う。だから DNA に刻まれてるってことですね。ぜひね、タイミングがあったらみんな種子島ちょっと遊びに行ってください。そうですね、これちょっと言っときますよ。ちょっといろんなルールがあるんですね。それだけを気をつけてください。あの、汚さないようにしてください、はい、あとね、ルール守ってきてください。あの、種子島の町役場に行けば、はい、すごくね、快く対応してくれますよ。みんないい人。そうですね、本当に心よく協力していただいて、まあ、フラッシュを当てちゃいけないとか、赤い光しかないから ね、あのルールは本当に守らないとダメなんですけどね、はい、あらかじめ調べてね、はい、一応役場の方たち聞いてください、はい、さあ、というわけで、ウミガメの産卵に立ち会ってみた。どうした？